来た。そんじゃあまあ一丁やりますか。やっぱ戦うの？うわやってやるぜ、おやじの敵。また行っちゃったよ。艦長、出るぜ。西暦2521年7月13日、あれから1年が経とうとしている。船のエネルギー、食料が底をつき始めたため、我々は否応なしに地上へ降りなければならなくなった。この宇宙巡洋艦テトラが新型戦闘機3機を搭載していることも、今回の帰還が大きな賭けであることに違いはない。正面からの戦闘はできる限り避けねばならぬのだが、
艦長、出るぜ。西暦2520年7月14日、話は1年前に遡る。非常警報レベル A の発令から全人類消滅の瞬間に至る。全ての原因は紀元前の地層から発掘されたあの石のような物体であることはまず間違いないだろう。調査していた火剣三部で一体何が起こったのか、そして奴らの目的は